災の時にその震災に巻き込まれました。それから約7年経ちましたが、またこのいわき市に戻ってサッカーができるっていうことは、まあ、全世界 の支援があってこそのサッカーができるというのと、それを感謝し、僕たちは、まあ、元気にサッカーできるっていうのを表現していきたいです。まだまだ知られないチームなので、この試合をインパクト残せるように頑張っているので、ぜひ応援してください。あまりハワイでサッカーを見る機会がない人たちにとって、こういう国際試合はすごく面白いものだと思いますし、ぜひサッカーに対して興味を持っていただきたいなと思います。日本にいると国際的な試合を経験することはすごく少ないので、僕たちであったり、ワークの人たちにとってはすごくいい経験にはなると思いますし、国際経験をしてみて、すごくこういう